どうもドーザルです。はい、ということで、本日もですねこちらクラッシュライル、お送りしていきたいと思うんですけれども、皆さん、3月始まってね、もう今月は結構学校が休みの人も多いし、まあ、割と社会人の皆様はですね、家にいることが多いというところで、結構たくさんの方にね、動画を見ていただいております。ありがとうございますまあ私もね、おとなしく家にこもって、ゲームとか動画撮ったりとか、ね、しようかなと思うんですけれども、今日なんですが、限定スタンプがねまたやってきました。クラロワは、今昨日で4周年かな、ぴったり4周年で、4周年記念イベントがいろいろ来ているんですけれども、この限定スタンプがね、このペッカが4つの風船を割っている、4周年にちなんで4つの風船を割るっていうスタンプがですね、こちら今回 YouTuber 限定かな、インフルエンサー限定で、みんなに配ることができるよっていうスタンプが、来ました。実はねこれ去年も来て、去年3周年の記念のやつがこれだったんですよね。この3本のロウソクが立ってるケーキからアウトロー柄がポンって出てくるみたいな、スタンプがあったんですけど、去年はね正直めちゃめちゃ荒れたんですよというのも、去年どんなルールだったかな、なんかその1000人大会を、開いて、で1000人大会に入れた人、に配れるみたいな、感じのルールだったんですけれども、その1人何回までみたいな規制がなくて、私が確かもう何十回やったかな、もう徹夜で確かその1日とか2日とか1週間とかだったかな、なんか期間が決まってて、その日もう本当に朝まで、やったのを今でも覚えてて、もうコメント欄が朝まで、ね、地獄のような、入れなかったクソがみたいなめちゃめちゃ荒れたんですけど、今回はねきちんとルールが設定されていて、各 YouTuber が配れる上限というのが決まっているので、まあゲットできない人もね、たくさん出ると思いますが、なるべくいつも動画を見てくれてる人とか応援してくれてる人に、渡したいなと思っていますので、皆さんぜひですね、この1ヶ月ねずっと配るチャンスがあるんで、皆さんぜひね YouTube とか Twitter とか、チェックしていただければなと思います。今現時点でこのスタンプ持ってるのが世界に多分100人ぐらいかな、100人って言っても YouTuber だけ、配れる権利のある YouTuber が今、ゲットしているという感じだと思うんですが、日本からは私とキヨキヨさん と、みかん坊やさんと、はねはねさん、この4人が、エントリーしていましたので、皆さんその4人の、ね、動向は必ずチェックするようによろしくお願いいたします。プロの選手は、ね、そのプログラムに入れなくて、そのアップデートの情報とかが、先に見れちゃったりするので、そういうのが入れないんですけれども、プロじゃなくて YouTuber をやってる、この4人が、ね、今回日本からは選ばれました。で結構ね1日10個、ゲットできて、もう早速私リツイートキャンペーンを始めていて、Twitter ドズルで検索してもらったら、 Twitter で、リツイートしてくれた方に、このスタンプを、ね、配っておりますので、皆さんぜひ、ね、そちらも、応募していただければなと思います。で、1ヶ月に、次のシーズンまでに10回1000人大会を開けるんで、私のチャンネルで渡せるのはその10回の1000人大会1万人、これどうやって開こうかな、1日な告知した方がいいですよね。1000人大会ここでしますよっていうのを、10回できるんで、まあ、日を分けてね、どっかでまた生放送とかしながら、ゆっくりやっていきたいと思うので、荒れないようによろしくお願いいたします私もね荒れちゃうとやっぱメンタルきちゃうんで、まあ炎上しないようにっていうか、そのみんなねゲットできなくてもチャンスはたくさんあるんでね、まあイライラしないようによろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあ せっかくね今この限定スタンプ持ってるところなんで、いつもさ上手い人だけゲットできるスタンプは私自慢できないんで、今日はちょっとこの限定スタンプを自慢したいな、誰かに。フレンド、まあ、X モンスターとかやってもちょっと、冗談かどうかわからなくなっちゃうんで、ちょっとマルチでこの限定スタンプを見せびらかす回でもやっていきましょうか。このおじいちゃんデリバリー、おじいちゃんデリバリーどうですか、皆さん。もうすげえ反応がおじいちゃんすぎて、もうね、出したと思ったら、のろーっつってデリバリーしてくるんで、あれなんですが、使い方さえわかればめっちゃ面白いですね。個人的にはめっちゃ好き。バレルに対しても割と見てから全然判断できるので。さあ相手はジャイダークネクロ、まあ、ミニペとかマジアチャとかが最近入ってる方が多いですね。いやーこれ結構食らってる。痛い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 。ただデリバリーのね良さは結構ソラユニットに対しても攻撃力が高いんですよね。ガゴムレとかもワンパンできるんで、まあ、矢の雨より攻撃力高いんで当たり前なんですが、ガゴムレとかワンパンした時のねこのデリバリーの脳汁ブッシャーがやばいんですよね。ほんと気持ちいいこれ。ただ手札でトルネードとデリバリーで腐ることが多いんで、そこはちょっと難しいですね。
あと新アリーナのこの画面酔いしやすさね、マジでみんな気をつけてください。私割と酔いやすい方なんだけど、両サイドの車輪がめっちゃグラグラして気持ち悪いです。さあゴーレムかましていきまして、相手ここジャイ来るかな。さあジャイ来ますね。これ折られちゃう可能性高いな。ベビードラが先にタゲ取って、ノックバックうまく使ってね、新カードでうまく対処していきたいんだが、いやースパーキーきつい。ちょっと待って、ボコボコにされとる。これはちょ新スタンプで煽るしかねえ。今の今まで新スタンプ忘れてました。はい企画説明忘れてた。もう3周年と4周年のね限定スタンプで、ちょっと試合に負けてもスタンプ押せば勝つみたいな、そういう感じでいきたいと思います。スパーキーに対しては新カード結構強いと思うんですよね。まあ、こんな感じでデリバリーしつつ、さらにターゲットも取れるんで、ノックバックができるのがやっぱ強いですよね。さあ相手はここは右からジャイ重ねてくるか、左から来る、落ち着いてますね。こうなると多分ベビドラが左来るんで、ライトニングで対処できないのが結構厄介なところ。さあ一生懸命突破したい感じですが、いやー厳しい。正直ミニペとスパーキーがいるとゴーレム全然通りませんね。まあ、ちょっと私今回雑にゴーレム出しすぎたけど、正直この相手だと丁寧にゴーレム出してもやられてた感あるな。最後根底でリバリーして、煽りスタンプ打って、ライトニング打って終わりましょう。ありがとうございますちょっと試合内容良くなかったなじゃもう一戦いきましょう、もう一戦いきましょう。いやちょっとしかも何が良くないって、あの新スタンプを使おうの回なのに試合の途中まで新スタンプ忘れてるっていう、私よくあるんですよね。動画撮って途中で思い出すっていう。でもこれが新スタンプって気づく人がどれぐらいいるかですよね。こんなスタンプあったっけで終わっちゃう可能性もあるんで。でもスタンプコレクターからすると、いや結構ねコメント欄とかでもスタンプコレクターがいるんですけど、スタンプコレクターからするとこの限定スタンプはちょっとやめてほしいっていう声も多いですよね。みんながみんな努力すればゲットできるものでもないんで、まあ、だからツイッターのリツイート、おお、そうでしょ。ツイッターのリツイートキャンペーンだけではなくて、まあ、YouTube でのこうゲットするなんか機械とかいろいろ作りたいなと思ってます。相手ゴーレムゴリゴリきますね。一応弾ダメージを抑えつつ、まあ、ゴレ同士だったらねもうあの初手ゴレどんどんしていっていいんで。あれこれ最後までパンパン、あ途中で消えちゃうんだ。あのデモンストレーションっていうかね、スタンプのところで見るとこれちゃんと最後まで割ってくれるんだけど、2つ目割ったぐらいで消えちゃいますね。よしゴレ対決、ランバージャック。相手のゴレがデリバリー全然使うタイミングないな。デリバリーはね意外と使いやすいんだけど、ロリバーと違うところはこのねちょっとやっぱ相手の陣地に対して使うタイミングが少ないんですよね。やばい、これ吸ってる途中に爆破すると、ああしまった。今みたいな感じで吸ってる途中にあんな感じになるときついんですよね。さあおじいちゃんデリバリー頑張ってるよ。いやー今のトルネード分3コスト損してるから結構きついな。さあここは一撃食らいたくないよ。うわー危ねえ。さあただ相手今メガゴの分が結構エリクサー溢れて、よしここからモリモリで重ねてトルネデリバリーしたい。あトルネデリバリーできなかった。トルネですってのねデリバリーが結構強いんですよ、割とガチめに強い。さあランバー残りますが、おそらくいやーポイズンきついな。
さあ0時状態のナンバー、いやー行かない、厳しい、現実は非常に厳しい。相手細かいな、ゴーレムなのに。抑えて抑えて、いやー残り900か。うわーゴリゴリ来る、ゴリゴリ来る。ポイズンプラスゴーレムのゴリ押しでやられそうなんで、トルネードで寄せて、いやだ、デリバリーで、デリバリーなんとかしてくれ、デリバリー、デリバリーなんとかしてくれ、頼む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 、デリバリー、デリバリー、デリバリーが、デリバリーの力効いた。そしてそしてまさかの、よっしゃオッケー。今デリバリーしてなかったら絶対負けてたわ。やるね今のは。ありがとうございます。新カードがうまく生きた例ですね。防衛ではやっぱ強いと思うんですよね。今流行りのミニペッカとかに対してももちろん強いですし、うん、あとノックバックをうまく使えるとね、バレルに対しては慣れればちゃんと対応できますし、あとホグライダーとかラムライダーに対してはなるべく手前手前で受けて、でそうするとノックバックがあっち側に行くんで、ホグライダーとかが一回止まって、またデリバリーがうまく攻撃してくれるみたいなところでね、まあ、ちょっといろいろ研究が進むにつれさらに面白くなるカードかなというところですが、じゃあ今日はですね、まあ世界で100人しかまだ持っていないこちらの限定スタンプ、Twitter とか YouTube とか、あと動画とか生放送とかでどんどん配りたいと思うので、YouTube のね、動画のこう通知オンとか、見逃さないように通知オンしていただいたり、Twitter のフォローしていただいたり、すると、ゲットしやすくなるかなというところでよろしくお願いいたします。なるべくたくさんの方にね、いつも見てくれてる人に私を渡したいなと思っているので、まあ、人によって多分これ結構自由なんですよね。誰に渡してもいいというか、まあ、どういう大会をしてもいいし、まあ、どういう開き方をしてもいいよみたいな、お金とか取らなければという条件なので、まあ、人によって多分、やり方が違うと思いますが、皆さんもぜひ、振るってご参加くださいというところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。